目まぐるしく変化し続ける時代の中にあって、10年間も古着ブームが続いたっていうのはちょっとした驚きですね。まあ、今ご覧になってるこの映像ってのはもちろん古着のファッションショーではありませんよ。念のためにね、時代感覚が鋭いと言われてる人たちが好んできているあるブランドのショーなんですが、古着のテーマなのに新しいデザインの服を見せるのはなぜかなんて、まあ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 、まあ、そうおっしゃらずにね、最後まで一つゆっくりご覧になってください。さあ今週のホステスご紹介しましょう、武蔵野女子大学の講師でパフォーマンス論を研究してらっしゃる佐藤綾子さんです。よろしくどうぞ。そしてお相手はマーガレット・コバルシ。さあ今晩のゲストは服飾デザイナーとしても注目を集めている菊池武夫さんです。ねえマーガレット、はい、今着てるのはそれはあの古着専門店に取材に行って買ってきたもんでしょう。これは古いですよ、ね、どう、あのあいいですね。もう彼女はねこれを見てパッて決めちゃったのね、はい、これがいい。そう、どこがこういうのを決めたんですか。素材ですね。素材ね、やっぱりね、それであと、うん、で他のものは全部新しいなんだけど、これだけが古いのね。そう、実際にはもうちょっと汚いですよね。そう、早い早い、それで長くにしたんですけど、ね、すごく安かった。まだ来てるね。よかった。あれは、4800円だ。そうだったのね、確かね、とても安かった、1万円からね、買えるとちょっと信じられない。信じられない、ね、こう、これも古いでしょ。そう、これはお財布の根付けです。イヤリングじゃないですか。そう、あのね、日本じゃないですけどね、うん、片耳200円の財布の根付け、フル道具ね、フル道具、道具みたいなもんですね。これもフル道具、でもこれもこれも後ろ向きに来たの。これも古いの。いやいや、これは、まあ、まさに今日は古着ファッションですね。さて佐藤さん、それからマーガレット、一緒にあの古着の専門店を取材していただいたんですが、早速それでは VTR をね、皆さんにご覧になっていただきましょう。いや、大勢若い人たちが集まってますよ。東京原宿のおなじみ竹下通り周辺には古着専門店が何軒も店を構えてます。オーバーがなんと1000円ですよ。まあ、この店では仕入れた古着を修理したりクリーニングしたりという手間はかけません。まあ、少しでも安い値段で売ることを経営方針にしてるそうです。あ、ごめんなさい。面白いじゃない。面白いね。確かに若い人たちにとっては値段が安いってことが古着の魅力なんでしょうね。この店では多い日には300人ぐらいのお客さんが来るそうですが、その大半は高校生から大学生。新しい洋服を1着買う予算でもって古着ならそう2着や3着は買えるんじゃないですか。まあ、少ないお小遣いで何種類もの服を着て楽しもうと思う人たちにとってはほら古着の方がいいってことになりますね。あのいっぱい世の中にお店がたくさんあるんだけども、はい、どうして特に古着って思ってらっしゃるの。他の人と同じもの着たくないっていう。ああなるほどね。同じデザインのものは1着しかないから、古着を着ていれば自分だけが着てるんだと思えるわけですね。みんなが古着着たらどうなる。それもやっぱりブランド一つブランドになっちゃうんですね。みんなが着たらね。今そういう感じです、古着専門店の中には洋服だけではなく和服を扱ったり靴やアクセサリーまで扱ってる店が多く見られます。商売になるっていうことは古着を中心とした古いもののブームがまだまだ続いていくというそういう気がしました。なるほどね。さあ佐藤さん、マーガレットね、実際ご覧行かれてね、どうですか感想は。あのね、やっぱりね、あの安いからって言うんですけどね、うんうん、安いっていうことは何枚も買えるってことでね、何枚も買えるとね、自分の中にいろんな個性がこう住んでるわけね、うん、だからその個性に合わせてあの違う自分をね、そうですね、表現できる、はい、個別化を求めてる、うん、寂しい時代の現れかもしれないけどもね。いや、だから若い人はすごく多かったんです、うん、それで私もお店に入って
すごく広くて物が多かったので、うん、1日だと足りないですね、ドレスを選ぶのは。楽しいですね、うん、どういう意味があるっていうと変だけど、ね、どういうふうに思われました今見てて。僕自身としてはね、さっき若い人おっしゃってたみたいに、ね、やっぱり個別化っていうのはあるかもしれないですね、うん、ブランドが先行してくるとなんとなくそれに対する拒否感もあるから、ただね、僕そう思うんですけど、別に個別、自分が選んだからってそれが自分のものになったとは思いませんけどね、その一着しかないという意識とはちょっと違うんじゃないかなと思います。なんか若い人も言ってたのね、そんなことね、自分はこれでね非常に個性が出せたと思ってるんだけど、うん、街歩くと似たような人が いるんだって、ね、もうがっかりしちゃうんだって言ってましたね。だからね、私ね、こう人が出会う時にね、目と目のこう格闘だと思うのね、見てくれって、相手はこう見るでしょ、見る目と見せる目とパッと格闘した時にね、早く相手の目をこう自分のものに獲得したいのね、で彼らこういろんな格好するんですよ ね、はい、じゃないかなと思う。一番やっぱり自意識っていうのをこう、ね、強く出す、うんうん、それはあるファッションになってるんですね。そう、うん、それがないとダメなんですよ、うん、自分を使っての一つのファッションになっちゃったのね、さて、それでは佐藤さんね、古着と言いましてもこれは英国から輸入してくる高級な古着のお店が結構最近目立ってるんですよ、さあそれではこの VTR をどうぞ。原宿と比べてちょっとアダルトな感覚が漂う代官山に来ました、まあ、一見しただけでトラディショナルな高級ブランド品が並んでるのがよくわかりますね。実はこれ全部古着なんです、まあ、古着といっても全て英国製のものばかりでして、手入れのいい品というのはそう、これは新製品とほとんど変わりませんね。既製物と違いますから、量産してるものじゃないですから、まあ、照らし立てですからね、もうすごい手も凝ってますし、ほとんど手作業で作ったっていうのもありますね。そういうとこはやっぱり違うんですね、これ。そうですね。そこはやっぱりみんな買いたいなっていう、欲しいっていうところなんですよね。まあ一つはすごく完成度が高いってことですね、洋服自体の。さて、長谷川さんにコーディネートしていただきました。まずパーティー用の礼服ネクタイのさりげない結び方が古き英国を感じさせますね。夏のリゾート風ファッションです、綿のパンツに、綿のジャケットに、まあ、いずれも50年代の最上級品です。淡いベージュは30年経っても少しも色褪せてませんよ。そして白の鮮やかさも結構ですね。こちらは狩りに行く時のフォーマルウェア、ボタンホールや仕立ての丁寧さはもう今じゃ同じものができないそうですね。で、靴はデッドストックになって、今日まで保存されたもので最高のなめし革です。ちょっと高いですね。高いです。でもやっぱりね、いいものは時代を超えてね、時代のその境界線を超えて生き残るっていう感じしますね、でこう機械ばっかりの世の中でしょ、また何か手をいっぱいかけたね、それこそハイタッチなものに憧れるってあるんでしょうね、あれが本当ないですからね、そうですよね、彼らはあれのエリートとか思ってるかも、さてそれではここで、もう一方ゲストをご紹介しましょう。京都服飾文化研究財団の、キュレーター深井明子さんです。どうもようこそ。深井さん、どうですか今のご覧になって、服飾誌の上からどういうふうに考えますか。そうですね、最近ね、とてもマスコミで古着がよく取り上げられてますよね、で、まあ、ヨーロッパでは古着っていうのはもともとかなり長い古着屋さんっていう歴史がありましてね、で今に始まったことではないんじゃないかと思うんですね。私もフランスにいた時に、古着屋さんが日本にはその頃ありませんでしたからね、とっても面白くて古着さんによく行きました。お買いになったんですか。自分ではねあまり買えませんでしたけれどもね、そういう古着好きが高じて今のような仕事をすることにもなりましたけれども。大きな意味があったんですね。そうです
特にロンドンでは本当に古いドレスを売ってるところがあります。そうですね。で結構安いですね、値段は。そうですね。それを着ると本当にあのアンチックって感じですね。なるほどね。あの菊池さんね、その実際にお作りになってらっしゃる、そして新しいものをどんどん送り出してらっしゃる、そういうお立場からいかがですか、古着に。僕はもともとね、なんていうんですか、あの洋服っていうのはやっぱりつながって時代をこう経てきてるわけですよね。ですからね、やっぱりその中でいいもの、先ほどいいものはやっぱり残っていくっていうような形で、人間って自然の知恵みたいにね、やっぱりいいとこ残してるわけですよ。ですからそのいいとこさ、あの探っていくと結構あの昔のものに当たっていくという、ですから自然にやっぱりもうなんとなくその元を正していけば、アンティークのものにしてしまう、なんかルーツばやりの一つのね、現れかしらね。ポストモダンの動きでパフォーマンス全体にそういう傾向がありますけどね。洋服だけじゃなくても、洋服だけじゃないですね。古いものを掘り起こして新しく蘇らせるってね。なんか最近あのショーを、昨年ですけども、昨年の暮れにショーをやりましたけども。大体がね、僕やっぱり古着っていうか、その洋服の元はやっぱり僕らよりもっと前の人が作ってくれたもののいいところやっぱりかなり入れてますんでね。これはね、割とあの、そうです。これはなんか古着とのね、あのどういう関わりがあるんですか、このショーは。これはね、あの今あのジャズがかかってますけども、あのジャズというのを、まあ、40年代ぐらいのジャズの雰囲気で、それに合ったようなタイプの洋服という、ですからすごいネクタイなんかもすごい幅広いでしょ。そうですね、なんかいかにもジャズエイジって感じでね。割とボールルックみたいに言ったりと。その素材は古いですか、なんか素材のね、古くはないです。古く見えますけど、見えますけど古くはないですね。今作ってるですから。ただあのジャガードですとかね、もちろんプリントですとか、いろんなタイプ入ってますけどね。確かに幅が相当ね、広くて割と短めというか、あの肩がねすごく大きかったんですよ、昔は。あ、そうですか。今ももちろん肩すごく大きくて、あのゆっくり効きますけど、大体40年代はすごくそういう形が原型みたいな男らしいですね。と例えばそれを今に持ってきても全く、あの不自然じゃない。もう全然もう不自然じゃないですね。今の人はなんか和服の影響はあります？いや、和服の影響はないですけど、これはね、あの元はあのパジャマみたいなのが寝巻きなんですね。なんかよくね、あのニューヨークの人たちなんかこうローブといったあんなのを着るのが好きですよね。ローブって言ってもとってもあの上等にできてますよね。そうですね。あの変な話ですけど、ああいう場合やっぱり相当お高いんでしょ。まああの値段、そうですね、ショーの場合作ってるものは割とまあ高い。素材なんかも結構いいもの使いますね。あ、なるほどね。私ね、今拝見しててね、能のね、能のあの面とか能のね装束をすごく今連想したんです。特に最後の衣装なんかね。でどうも私たちはね、その血液の中を後ろへ後ろへとこう辿ってってね、いいものをあの後ろの時代からね、探したくなってきた、そういう時期じゃないかっていうね、もうモダニズムは飽きちゃった、ポストモダンだっていう、そんな感じすごくしてるんですけど、どうですか。確かに僕もそれは感じますね。そうですか。でやっぱりあのなんていうんですか、そんなにねものすごく変化しなくてもいいというような気持ちもあるんじゃないですか。進歩的なその考えでいかなくてもね、何もどんどん変えるだけの脳ではないというね。私はね、少しあのちょっと悲観的な考え方があるんですけれどもね、あの現代がね、ちょっととってもいじめがあったり、なかなか難しい問題がいっぱいありすぎちゃうんじゃないかなと思うんですね。だから今っていうその時間をちょっと否定してみて、まあ遠い人は言いたくないんですけどね、でもそんなような気がして。もっと言うとどういうことになりますか。そのね、あの現代っていう時代の中にない潤いとかね。そうだと思う。優しさとかね、なんかこうあったかみとかね、あったですよね、人間性みたいなのが強くね。だから古着が今流行ってるっていうことも、すごくその辺のことはきっとあるんだと思うんです。多分生き方みたいなものがね、やっぱりその、あの今あまりにもなんていうんですか、こう無味乾燥の世界に入ってきてるんで、昔はやっぱりもっとあの人間
らしく生きててましたでしょ、まあもちろんですから、そういうものに対する、あの、なんていうんですか、気持ちもあるんでしょうね、きっとね、欲求の問題とかそういうことだけじゃなくてね。そうですね、深井さんね、特にそうなるとね、あの、洋服だけがどうこうっていうよりライフスタイル全体ね、それから私たち の、 その趣味ですよね、見るお芝居とか、全てがその一つの流れにね、古いものの良さもう一回見て、でも古いものとしてじゃなくて、それを新しいものにしてもう一回こう再生しようっていう、そんな感じしません？どうなんですか？それはあの音楽もそうですよね、それからお芝居もちろんそんなような気がしますし、あの建築がそうじゃありませんか？あ、そうですね、建築 ね、 ね、どうしてかしら、でもどうしてみんな古いものがいいって、あるあの今のファッションのトレンドかしら、いやそれね、あのパフォーマンスの方なんかではね、私ねここのところに少し生身をね、生身の肉体ね、私たち虐げてきたような気がするんですね。でそれでね、あのもう一回本当に人間のこう自然な肉体を包むのにね、一番いいのなんだろう、それは手で塗ったものだとかね、手でこう作り上げたものだとか、あんまり人が来ていてね、大量生産でタカタカタカって出てこないもの、一つしかないものっていうところに行くんじゃないかな、中の人間が大切だからっていう、そのね一つの表現じゃないかなっていう気がしてるよね。あのですね、ポーランドで面白いあの習慣があります。ウェディングドレスの話なんですけども、ウェディングドレスは昔のおばあさんのおばあさんのおばあさんが着てたウェディングドレスを、娘に渡して、娘も1回しか着ないけど、その結婚式では着ます。で田舎行くと本当に例えば200年前ぐらいのドレスは見られます。それもいいものだから、大切なんだから、あの守っていきますね。なるほど。マーガレットの人もあるんですか？いやあります、一応母も着てたドレスなんですけども、あの歴史的にそういうの袴とかね、帯なんかないですか、そういう話は。あの着物なんかそうじゃありませんか？あ、着物ね、ね、あの、ね、親が娘に、娘がまたその娘にとかっていうような、あの女性だけじゃなくて男性もあるんじゃないですか、そういう洋服にはあまり僕聞いたことないんですけど、あの和服ですと例えば父が着てたのを、例えば娘が着てたのとか、そういうのそのまんま、そういうことあるような気がするかもしれませんね。でもその時にね、着こなし方はね、あの古いものをそのまま昔の流儀で、例えばマーガレットの場合ね、あの花嫁衣装だって昔そっくり同じ着方で着るんでしょ。いや靴とか、アクセサリーはもちろん違う、あの私だってファッションに気をつけますから、ウェディングドレスのアクセサリーはファッション的なものにしますけど、ドレスそのものは昔なんだからいい。でも今見ても人すごくいいんじゃないですか、その例えばいろいろなその感じが、あのその200年前とかっていうことじゃなくて、今作られてるものという感じで見てみてもね、そうだと思いますね。中にね、服の中に入ってるね、その個人のね、表情だとか身振りだとかね、バッグの場面だとかっていうのは現代的でしょ。その着物自体はクラシックでもね、新しくイメージが新しくなるっていう感じすごくする。専門家いかがですか？確かにそれはありますよ、やっぱりその、中身を感じるっていう、中身が新しければ全体として新しいイメージになってくるね、ありますね。ヨーロッパはどうですか、その今のファッショントレンドは。お父さんやお母さんの時代と、それからあの若い人たちの時代がね、日本と同じようにちょっと、あのギャップがあるっていうような話が、あるわけですよね。それでそういうお父さんたちに分からせるためにっていうのでね、最近こういう本が、最近といっても2年ぐらい前なんですけれどもね、こういう本が出たんですね。両親に分からせるためのモードの動きっていう題なんです、で、これはあの若い人たちがどういうファッションを好むかっていうようなことが、グルーピングしてあるんです、どんなのがあるんですか？例えば、例えばですね、あのポップとかね、それからあのいい趣味の お嬢様ルックっていうんですか、そういう日本みたいですね、どんなルック。それから、ね、あの可愛い子ちゃんルックとかね、いろいろあるんですけれどもね、これがね、お坊ちゃまルック、お坊ちゃまルックお坊ちゃまルック、それからね、お嬢様ルックっていうのは
これなんですよね。本当のトランスですね。そうなんです。で、あのお嬢様っていうのはそれお金、いわばね、上流階級の、お嬢様っていうことなんですね、で理想的な人はダイアナ妃なんだそうですけどもね、まあ、ちょっとそのケチをつけるようで悪いんですけどね、そのルックはじゃあお嬢様だとして、その場合の着こなし方とか喋、り方とか立ち振る舞いも合わせてお嬢様ルックってその本は書いてあるんですか。書いてあります。あの、どういうふうなグループと付き合って、どういうふうに話をして、でもちろんあの、敬語の使い方がなんとか、それからあのどういう自動車に乗って、そして食べ物もだいたいこういうふうな思考だとかってかなり詳しいことが書いてあるんですよね。そしてその、まあ、洋服そのものはね、一つのそういう全体のお嬢様風のイメージの手段、小道具であるというふうに解釈していいんですか。小道具というよりはもう少し大切な、そういう生活を、まあ、パッと見た時に、表してしまう、服装が表してしまうっていう、主張みたいな、ね、そうですね、どういうグループに属しているかっていうのを、服装がパッと表してしまうっていう、まあ、恐ろしいんですよね。なんか日本の孫にも衣装みたいですね、なんかそういうことはじゃのね。中身はちゃんと伴ってないといけないですね。そうですよね。結局中身が伴わないと今度似合わないっていう、ことが、出てくるでしょうね。ライフスタイルの、そうですね、ライフスタイル。それはいつから流行ってます？これはですね、まあ、この本が2年前にできたんですけれども、今 もうとてもね、あの、人気があるんですよね。そしてベストセラーになってるとか、いや、あのその時にベストセラーになったんですが、お嬢様ルックがね、あの人気があるっていうことです。それでそれ2年前ですか。そうです。お嬢様ルックは2年前パリではね、日本は今、日本は今でしょ。日本はですね、なんか今日お持ちになってらっしゃいます。あのね、私が知っている人なんですけれどもね、皆さんも知ってらっしゃるかもしれませんけれども、もともとファッションモデルをしてらした方なんです。でこの方があの古いコスチュームのとても有名なコレクターでらっしゃるんですね。で今ここであのシャネル の今皆さん知ってらっしゃるようなね、これは本物です。ネックレス、ネックレスです、これは本物なんですけど、ね、それはコレクションとして非常に価値のあるものでしょ。あります。あのもちろんね、本物のルビーじゃありませんし、本物のパールじゃありませんけれどもね、ココシャネルっていう人はダイヤの本物や、ルビーの本物じゃなくてね、それをこう副飾品というか装飾品として使うっていう考え方を打ち出した人ですよね。で、あの本物じゃありませんけれどもね、あの大変に価値があるものです。なるほどね。そういえばあのそうでしたね、ほら古着屋さんに行った時に、古いアクセサリーが高かったですよ。あったんですね。でも今ちょうどそれが流行ってます ね、 大きくね、大きくてね、私もよかった、今日いいものを見つけてやってたから。そうですか。なんかトータルするのにね、結構新しいものを買うよりもね、かかっちゃうってことはないですか。あのもちろん安いものから高いものまであるんですよね、もうほとんど、芸術品的なコスチュームもあるわけですよね、その今お持ちになったのが実際には着られない、着られないものですか。と思いでしょうけれどもね、あの着られますよ、これなんか、着てらっしゃるわけですね、なんかチョゴリみたいなね、韓国クリスチャンディオールですよね。ディオールです、本物です。本物ですね。でも本当に一点しかないっていう、ディオールのドレス、ドレスです。あの、まあ、ケープですけれどもね、あのイーブニングケープって言ってますけど、なるほどね、なんか全部はエレガントなルックは今流行ってる。そうですね、あとなりつつありますよ、確かにね。そうですね、1950年時代ね、あのルールっていうのがね、ずいぶんなくしよう、なくしようっていうふうなことをね、ね、はい、ね、ルールをほとんど壊してきたわけですよね。ですけどそれがまたね、ファッションとしてのルール、そうです、ファッションとしてはルールを壊すような姿勢を割と、あのアンチテーゼみたいな形で、絶えずやり続けてきたのも、またそれで果たしていいのかという時代になんとなく入ってるんですね。ですからいいものをまた
もう一度基本的なものですね。先ほど菊池さんの衣装を見せていただきましたけれども、あの中でもかなりきちんと着ているっていうのは私すごく印象的に思ったんですよね。今まで着替えで着崩してたのを、その着こなしの方ね、デザイン以外にもその着こなしの、ポイントみたいなところにも置きましたけどね。なるほどね。いろいろな意味でね、今お嬢様ブームとかね、お坊ちゃまブームなんて言いますけどねそういうきちんとしたものへの憧れっていうの結構あるんですね、今の私たちの中にね。でしょう ね。一時もとにかくアバンギャルなものがいいと、ね、みんなそういうふうに言ってましたでしょ。それがですからもうずっとこの10年間ぐらいだいたいそういう姿勢でこう着てましたでしょ、洋服だけじゃなくて、ですからそれに対してなんとなくもう、反動というかやっぱ飽きてきてるじゃないですか、飽きるってちょっと良くないですよね、言葉としては。菊池さんご自身はね、その古着の中からね、何かその、テクニックなりイメージなりを例えば盗むようにして、ご自分の中に入れたとか。たくさん盗んでますね。どういう具合に僕ら例えば旅行に行ったら必ずマーケット行って古いものをたくさん買ってきますし、大体そのテーマになるものってやっぱり僕なんかすごく昔にやっぱり惹かれるのがすごく強いわけですよ。昔の例えば写真なんか見てますとね、やっぱりもう細かいところすごく綺麗なんですね。でそこにこう人間らしさみたいなのがすごくあるし、細かいところって例えば縫い方もそうだし、素材もそうですし、シルエットなんかもやっぱりね、今の大量生産できているものとはちょっと違うんですね。私も気が付いたことありますよ、ボタンホールね。ボタンホールなんかも、手でもちろん作ってますけど、綺麗ですよね。綺麗ですよね。今ミシンで何かガチャガチャガチャってやるとボタンホールができちゃうんですよ。今のも綺麗は綺麗なんですけど、ただ味がないんですね。綺麗すぎちゃう、綺麗すぎるんですよ。結局非常に私たちはね、手を省こうとして暮らしてきましたよね、洋服でもこういう道具でもね。だけどそういうふうにね、こうハイテクノロジーが進んでくるとハイタッチを求める、ね、そうですね、もっと手がかかって、はい、もっと手がかかって、それを持ってるのが本当のエリートだみたいな、新しいエリートだみたいなね、そういう感じすごくしますけど、いかがですか深井さん、そういうあたりは。そうですね、結局いろんな服をね、いっぱい着るんですよね、でそしてその結果行き着いたところがね、古着というとちょっと違うんですけれども、アンティークファッションというといいかもしれませんけれどもね、そういう一つしかないとか、そういう手がもうとってもかかってて信じられないようなね、手仕事だったりなんかする、そういうのに行き着いちゃうのがおしゃれの、なんて言うんでしょうね、極地みたいなことで、そういう例はたくさんありますよ。おしゃれの極地なんてとこまで行ってみたいんだけどなかなかね、面白いことをね、この間インタビューした時にね、若い人たちが言ってたんですね。僕たちはね、もうみんなが古着を着る頃にはね、次の何着ようかっていうのを考えなくちゃいけないんだって。もうね、もうみんなが古着着始めたから、もう次何着ようかって彼ら悩んでるんです。次は何ですか。じゃあ何が出てくるかしら。次は何でしょうね。予想として、ね、いやー本当に面白いもんですね。古着ファッションからなんとなく現代人の心の中がチラッチラッと見えたりして、どうも皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではイソップ物語から、鍛冶屋と犬。鍛冶屋が犬を飼ってました。鍛冶屋がせっせと働いてる間、犬は眠ってました。でも鍛冶屋が食事を始めると、犬は主人のそばに来て座るんです。鍛冶屋は犬に骨を投げてやりながら、しょうがない寝ぼすけ犬だなあ、私が腕を動かして鉄を叩いてる時は眠ってるくせに、私が口を動かすとたちまち目を覚ますんだから。他の人たちの働きによって頼って暮らしている寝ぼすけの怠け者は、この犬と同じみたいなもんだというお話です。菊池さん、深井さん、どうもどうもありがとうございました。さて、明日のこの時間は道端のパフォーマンス、国際大道芸ですね。楽しみですよ。どうぞ、それでは皆さん、明日お楽しみに。おやすみなさい。Thank you.